神奈川の丸々放題4選をご紹介。行きたいお店をコメントで教えてね。一軒目は、揚げたて天ぷらと明太子が食べ放題の博多天ぷら湯のみ。ここは明太子と高菜が食べ放題で、ご飯もおかわりし放題。揚げたて天ぷらはかぼちゃにおなす、鶏ももにキス、半熟卵、プリプリエビに豚ロース。どれもサクサクでめっちゃ美味しい。ご飯をおかわりして明太子高菜をのせ、卵と食べても満足満腹でした。二軒目は、好きなものを好きなだけ、自分で選んで楽しめるのが最高すぎるちょい飲み店。ずらっと並んだお惣菜の中から好きなものを取ってくよ。今日も夫がおごってくれるとのことで、しっかりおやつまでゲットしてから宴会スタート。お刺身は充実しててたくさん食べれるのが嬉しく、少しずつ日本酒追加いっちゃうよね。もっとありがとう。みんな大好きにニラ玉の旨味溢れて、唐揚げとハイボールの最強コンビニ。卵とじもうまい。お菓子食べて大満足だったな。続いて、あれもこれもおかず取り放題の楽しいお店に行ってきた。好きなもの好きなだけ取ってくスタイルで、焼きたての鮭をお願いしたら作ってくれる卵焼き。カツもシラスも明太子も取り放題。豚汁とご飯も追加で出来上がり。油のった鮭に具沢山な豚汁。卵焼きはふわふわで、ご飯明太子と食べてもめっちゃ美味しい。カツもボリューミーで、かけかけ放題も嬉しい。特別な納豆まで最高なことぶき町食堂にぜひ。ラストは、仕上げ20種食べ放題が1700円。店内はこんな感じでビュッフェ形式。串揚げはもちろん一品料理やデザートまで揃ってて、串は20種類くらいあったよ。サラダやご飯、カレーもあって、ソースは6種類。チーズや抹茶なんかもあったり、お塩も充実。好きなものを取って着席したら、白いのにくぐらせ衣をつけたら揚げてくよ。自分で揚げるのが楽しく、出来方はサクサク。調味料豊富なので味変も無限大で、スパイシーなカレーにつけるのもおすすめ。デザートもフォンデュは自分で作るアイスまで、一人でも盛り上がること間違いなし。そんな串屋物語にぜひ。